今朝。今季最低となる 1.9 度を観測した宇和島市。吹きつける雪の中、美馬小学校の児童が登校していました。上空に流れ込んだ今季最強の寒気の影響で、南予や中予の山地を中心に雪となった今日の県内。お隣の西予市宇和町では、藁で作った来年の干支、辰がうっすら雪化粧。雪も風も強くて大変だったけど、かけずに歩けたのでよかった。一方、現在私の手元の温度計は 2.9 度を示しています。日は照っているんですが、こちら道路の端にはうっすらと雪が積もっています。午前9時の久万高原町、道の駅のテントや止まっている車の上には雪が積もっていました。さらにはつららも。昨日の夜から今朝にかけて雪が降り続き、最低気温氷点下 1.9 度を記録した今日の久万高原町。この寒さに地元の人も。寒いですね。そうですね、寒いですね。ガリガリなんで、もうちょっと雪乗せて今朝は出勤しました。朝夜が明けてから8時頃から 気温が下がって、一番寒い。こちらでは。おはようございます。おはようございます。今何ですか？雪かきをというか氷かきみたいな、はい、危ないからね、利用者さんがこけてもあかんから。結構凍ってました。そうですね、割とこう叩かないと割れないんで、それでちょっと苦労したかな。今日県内で最も冷え込んだ高原の町。去年がひどかったですよね。12月24日クリスマスイブがですね、もう一晩中降って、ちょうど1年前。もう車が出られないぐらいやったんで、僕らもびっくりです。買い物とかできなかったから怖かった。統計開始以来1位となる76センチの積雪を観測した久万高原町。雪の影響で崖下に転落するなどして2人が死亡したほか、町内の複数箇所で集落の孤立が発生。県が自衛隊に災害派遣を要請するなど大きな被害が出ました。山の仕事をしてるんですけどね、ちょっと今日はさすがに寒いので、ちょっと暖かくなるので様子見ようかなっていうところ。今シーズン最強の寒波到来に、町は防災無線で注意を呼びかけたり、県や電力会社との連携を密にしているほか、自治体などが購入する除雪機や発電機の助成を行うなどして、積雪に備えているとしています。